日本東京都中央区、晴海晴海大橋晴海鳥トンスクエアレインボーブリッジ、からの晴海地区円形晴海は、東京都中央区にある地名。現行行政地名は、晴海1丁目から晴海5丁目。郵便番号は104-0053。明治中期から昭和初期にかけて行われた東京湾見おさらい工事で、出た海底の土砂を投下してできた埋め立て地で、 正式な地名が決まる前は月島4号地と呼ばれた。1940年の1940年、東京オリンピックと同時開催される予定であった、期限2600年記念日本版国博覧会の開催地に決まり整備されたが、やむなく日中戦争のため中止された。大戦後、東京都港湾局専用線が付設され、晴海不島に、 貨物列車の入選が可能になった東京国際見本市会場が建設され、東京モーターショーやコミックマーケット、エレクトロニクスショーなど多くの見本市やイベントが開催されるようになった。日本住宅公団が建設した晴海団地をはじめとする集合住宅も多数建てられ、定住人口も増えた。1996年、 東京国際見本市会場が老朽化のため閉鎖された。2000年代に入ると、春海町目地区が再開発され、春海アイランドトリトンスクエアという大型商業施設や高層オフィスビル、高層住宅が建設された。さらに2000年の都営地下鉄大江戸線、勝時駅、月島駅の開業により、それまで鉄道駅から遠く離れていた。 晴海の交通環境は大きく改善された。ただトリトンスクエアの完成により就業者が急激に増加したため、歩道の容量不足が深刻になった。晴海埠頭は南極観測船が出入港するが安璧としても知られる。晴海客船ターミナル付近には外国客船が接岸するなど、東京の国際的な海上旅客交通の玄関口となっている。 晴海みふ頭は、埋め立て完成後も長く南西岸は、砂浜のまま放置され、南東、岸春海橋までと北西岸の黎明橋までが、岸壁として共用されていた。砂浜上の晴海みふ頭は、1960年の映画、秋田地図に見ることができる。なお、2020年の東京国際クルーズターミナル開業の後、これらの施設は廃止する計画が立てられている。 2006年には、春海大橋が完成し、再開発の進む江東区豊洲南西部や道、有明などの湾岸地区と直接結ばれた。2018年には、首都高速15を春海線の春海出入り口や、間二通りの豊洲大橋、黎明大橋が開通し、湾岸線や築地、汐止方面とのアクセスもしやすくなっている。東京都が、 招致運動を続けてきた2016年、東京オリンピック構想では、晴海5丁目にメインスタジアムとなる東京オリンピックスタジアムの建設が予定されていたが、スタジアムと鉄道駅の通さが難点として指摘され、2010年、中央区独自の銀座晴海間の路面電車敷設方針が示された。しかし、結果は招致失敗に終わり、スタジアムの建設計画は白紙化された。 2021年に延期となった2020年、東京オリンピックパラリンピックでは、晴海五丁目に同大会の選手村を設けている。大会後の同地区は、晴海フラッグのタウンネームにて、施設改修や高層マンション新築の上での住宅地開発が予定されている。これに先駆け、2020年10月1日より、虎ラノモンヒルズや新橋駅からの東京 BRT の プレ一時運行が開始され、晴海に丁目に、晴海 BRT ターミナルが開設された。埋め立て竣工後、当初晴海では1940年に、紀元2600年記念日本万国博覧会の開催が計画された。しかし、太平洋戦争間近の時期でもあり、軍事的な理由により突然開催が中止となった。戦後、一部の土地は、米軍の接収を経て、 日本住宅公団などに集合住宅の建設用地として提供され、また小野田セメントや日本通運など、主に公安、物流などに関連する企業へ事業用地として売却された。展示会場である東京国際見本市会場は1959年の会場から40年近く使用された。当初は貿易センターと呼ばれており、東京モーターショーなど、 日本史の開催数も限定的であった。貿易センターでは1970年代初頭まで夏には屋外プール、冬にはドーム館において屋内スケートリンクの営業を行っていた。1970年代になるまでは会場周辺には基地がかなり残っていたが、多くの日本史が開催されるようになるに従って会場の拡張が繰り返され周辺の整備が進んだ。 1970年代にはホテル、浦島や電、晴海、1980年代にはホテルマリナーズ港と東京などのホテルが建設された。晴海は銀座から2トル強という距離にありながら公共交通手段に乏しく地下鉄有楽町線が1988年に新木場駅まで延長され、月島駅が開業するまではこの地への 主な公共交通手段は都営バスのみであった。晴海には国鉄越中島支線につながる東京都港湾局専用線が越中島駅から単線非電化で晴海不頭まで付設されていたが貨物列車のみの運行であった。晴海へのアクセスは道路交通のみであったために東京モーターショーやビジネス仕様など大規模なイベントが開かれた際には 築地市場周辺が交通のボトルネックになっていたこともあり、晴海通りは大渋滞となり、多くの人々が銀座方面まで徒歩で向かうなど、その交通の便の悪さはたびたび指摘されていた。その後、大規模な日本市の開催時には、竹芝桟橋と晴海不動間に水上バスが運行され、来場客の輸送が行われた。 1 9八十年代後半からはバブル景気の追い風もあり、東京湾岸地域でのウォーターフロント計画が進み、イベント用の大規模施設として、千葉市の幕張メッセや東京ビッグサイトが有明に開設された。それに伴い晴海は施設の老朽化や交通の便の悪さから、日本市会場としての役割を得るとともに、老朽化が進んでいた晴海一丁目地区の晴海団地。 およびその周辺が再開発されることとなり、晴海はビジネス街と高層マンション群の街へと変貌を遂げることとなった。その他にも晴海には東京カツオブシルヨロシ商業共同組合が運営する東京カツオブシセンターにてカツオブシの取引が行われており、かつては住宅展示場や家具組合の大型ショールームであるジャパンファニチャーセンターなどもあった。 日本市会場跡地には、カー用品の大型店舗であるオートウェーブがあったが、設備の老朽化を理由に後年閉鎖された。春見には当初月島にあった学校や公共施設が移設されたため、また、春見は当初月島4号地と呼ばれたことから、春見にありながら、月島という名前を関する学校や公共施設がある。また、現在ある東京都立春見総合高等学校と、 首都大学東京春美キャンパスは、都立京橋高等学校、都立京橋商業高等学校、及び都立商科短期大学の跡地に建設された。有楽町線が新木場駅まで延伸した1988年からは、東京湾大化火祭りが始まり、2015年まで毎年夏に開催された。春美の開発は、時代の先端を歩んできた歴史がある。 戦前には1600坪の大きさを誇った日本、万国博覧会の事務局建物が建築され、戦後に開発された晴海団地には、日本の高層住宅の将来像への資金遺跡と言われた前川国夫の設計による晴海高層アパートが建築された。その後平成に入り、最初の50階建て超高層マンションが建設された。2019年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。高層マンション、ハルミビュータワー高層マンション、ベーシティ、ハルミスカイリンクタワードゥーツアーズ。ありがとうございます。